ボーイング787ボーイング787のバッテリー問題ボーイング787のバッテリー問題ではボーイング787に2013年に発生した特にバッテリーに起因する電気系統の問題について扱う中期中の日本航空機と飛行中の全日本空域でバッテリーからの出荷事故が発生しアメリカ合衆国連邦航空局は 対空性改善命令を発行した。このため、1979年のマクドネルダグラ、ボーイング社では、電池の事故は1000万フライトに1回と説明したが、2回の事故はいずれも5万フライト以前だった。JAL 機から回収された、バッテリー2013年1月7日の現地時間午前10時半ごろ、成田国際空港からのフライトを終え、 ボストンローガン国際空港で中期中の JAL-008 便の機体内部の電池から発火した。また、2013年1月16日午前8時25分頃、山口宇部空港発東京国際空港行き、ANA-692 便が香川県上空1万メートルを飛行中に、操縦席のケ器に機体前方の電気室で煙が感知されたとの不具合のメッセージが表示されると、 共に、異臭もしたため、運航乗務員が緊急着陸を決断、午前8時47分に高松空港にダイバーとした。アメリカ連邦航空局は、ANA 機のインシデントを受けて、対空性改善命令を発行して、アメリカ国籍の同系機に対し、運航の一時停止を命じ、世界各国の航空当局に対し同様の措置を取るように求めた。このため、 世界各国で運航中の機体すべてが運航停止となった。JAL-008 便の事案では乗客172人、乗員11人の計183人はすでに全員後期しており、人的被害はなかった。事故発生場所は FAA の管轄空港内であり、国家運輸安全委員会が事故調査に当たっている。ボーイング社は FAA と共同で、 包括調査している。ANA692 便は緊急着陸後に誘導路で脱出スライドを利用し緊急脱出をしたため5人の怪我人が出た。この緊急着陸を日本の運輸安全委員会が重大インシデントとして調査を進めている。ANA と JAL は所有するすべてのボーイング787の飛行を自主的に一時停止した。 FAA は ANA の事故を受け2013年1月16日に対空性改善命令を発行。この処置を受け日本の国土交通省はボーイング787の運航停止を命じる対空性改善通報を出すと発表。この処置を世界各国の航空当局も追随したことから世界各国で運航中の発射50機の機体すべてが運航停止となった。 またボーイング社は787型機の納入を一時停止することを決定した。なお FAA が大型旅客機の運行停止を指示したのは1979年に発生したアメリカン航空191便墜落事故による DC-10 以来のことである。同機材で運行していた路線だけでなく、その路線を多機材で補充運行するためにいた路線でも欠航、時刻、 機材の変更が多発したまた、新規就航予定の延期も発生、経営計画の大幅な変更や修正を強いられたため、数社の航空会社が、ボーイングに対して、保証の権利行使を検討する旨を発表した。2013年2月26日に、国土交通省は、自主的に運航停止を決めた JAL と ANV の両社に、対し、低流量の免除、 国際航空運送協会が定める混雑空港で発着枠の80%以上を実際に使用しなかった場合、翌年はその発着枠に対する優先権を与えない国際ルール、ユーズ・イット・アルーズ・イットルールの適用免除、運航業務から外れた同系機運航要員の機種ごとの基調認定の柔軟な取り扱いの3項目の航空会社の負担軽減措置を発表した。 運航停止となり、羽田空港に置き止めされる、ANA のボーイング787型機 JA815A、JA816A、JA803A の3機運航停止が、世界的にほぼ同時に出され、商業運航中の機体は、中期が世界各地の空港に散在していた。このうちロットポーランド航空は、運航停止命令日が、 同社の787国際線就航日だった。ボーイング社はバッテリー発火対策としてバッテリーのセル単位での発生防止不具合が生じた際の拡散防止機体への影響防止の3段階で対策を提示した。ショートにつながる結露など原因として考えられる約80項目を4グループに分け、セルとバッテリーは設計や製造工程や 製造時テストを見直した。セルは絶縁テープで囲み使用される絶縁体も耐熱性や絶縁性を改良し、隣り合うセルや筐体との間でショートが起きないようにした。また、充電器も電圧を見直し、充電時の上限電圧を低く、また放電時の加減電圧を高めて、作動電圧域を狭く設定し、過充電や過放電を防止する。さらに、 新たにバッテリー全体を収めるステンレス製のエンクロージャーと専用の排気ダクトを設置。仮に出荷した場合も燃焼が続かない環境を維持し、バッテリーから漏れた液体やガスを専用ダクトを通じて、機外に放出するなどの対策を施した。ボーイング社によると圧力はこれまでに予想されたものの、およそ3倍の値に耐えられ、エンクロージャー自体の試験は6万時間以上。 行っているという。さらにバッテリーの温度などの状態をモニターするパラメーターを増加させた。2013年3月12日、FAA は、ボーイング社が提示していた回収した新バッテリーシステムの認証計画と試験飛行を承認したことを受けて、同年3月25日と4月5日に、新バッテリーシステムに回収した納入待ちの機体で、 試験飛行を行い新しいバッテリーシステムのデータを収集し、設計通りに機能するかを検証した。FAA はこれら検証を受けて、ボーイング社が提案した運行再開に向けたシステムの改修を承認。同年4月26日に新バッテリーユニットへの改修を行ったボーイング787の運行再開を許可する AD の更新を発行した。 欧州航空安全機関も FAA のシステム改修承認を受け、同年4月23日に運航再開に向けたシステムの改修を承認。NTSB は同年4月23.24日の2日間、同系機のリチウムイオン電池に関する公聴会を開催した。同組織としては運航再開承認後もバッテリー火災の原因究明の姿勢を崩していない。 日本の国土交通省航空局は NTSB の公聴会での結果を確認後、同年4月26日に FAA の AD 更新発行を受けてジャ k a b として同日有国に対空性改善通報を発行し、新バッテリーユニットへの回収を行ったボーイング787の運航再開を承認したが、日本独自の対策として各機体回収後の確認飛行バッテリーに対する 安全性の確認運航乗務員の完熟飛行を全運航乗務員を対象に実施動計器の安全、運航に関する情報開示を合わせて実施するよう要請している。ボーイングは FAA の AD 発行に備えバッテリー回収のための技術者のチームを全世界に派遣しバッテリー回収はほぼ機体が収めきされた順で行われる計画であると発表。また、 各運航航空会社に問題箇所の指摘と、その解決作業手順や、整備などの変更を指示する改修指示書を発行した。2013年4月22日に、日本では ANA が国内4空港で、JAL が羽田、成田2空港で、新バッテリーユニットへの改修を開始。1機あたりの改修に1週間前後かかり、日本国内の改修は、 同年5月23日までに完了し、同年5月29日には納入されていた全世界50機の回収も完了した。ANA は同機種のパイロットが200名近く在籍。運行停止中は自宅待機し、定期的にシミュレーターで訓練を行ってきたが、実機による運行ができなかったことによる操縦技能の低下が予想されることと、 機長資格を執行しているパイロットが複数いるため会社として正式な商業運行再開までに完熟訓練飛行などを複数回行う予定。また旅客定期便運行再開よりも前に貨物定期便を再開する予定であることが報じられていて同年4月28日に羽田発着で約2時間の試験飛行を実施した。同年5月16日には 高松空港に緊急着陸した JA804AA が運輸安全委員会の調査なども経てバッテリー回収を行い121日ぶりに羽田へ開港と確認飛行を実施した同年5月23日に同社は商業運行再開を前倒しして同年5月26日の臨時便より商業運行を再開した JAL は 同年5月2日に羽田と成田のに空港で試験飛行を行った。ボストンローガン国際空港で出荷した機体はバッテリーユニットを交換、確認飛行を実施した後5月19日に成田空港に開港され、約130日ぶりに日本へ帰着した。JAL において同景機は国際線専用で運航されており、同年6月1日から 羽田発シンガポール行きの零三五便を皮切りに順次商業運行を再開した。なお、成田デリー線は、同年7月12日から、成田モスクワ線に関しては、同年9月1日からと、完全に停止前の運行規模に復帰するまでは、時間をかける計画である。新設を延期していた成田ヘルシンキ線は、同年7月1日から運行を開始する予定。 エチオピア航空では、関係当局の認可を受けて、運航停止後世界の航空会社で、初めて同景機の運航を現地時間の2013年4月27日10時30分に、出発するアディスアベバナイロビ船の801便で、再開、同日10時59分にアディスアベバを離陸し、約1時間半飛行後12時31分に、着陸して、無事運航された。 ボーイングは2013年5月14日に運行する。2013年は初めこそバッテリートラブルのため納入遅れが発生したが会社としては予定通り機体は納入するとしている。2014年1月14日、成田国際空港で出発準備をしていた機体から白煙が上がり、機体全部のリチウムイオン電池の損傷が確認された。JAL によれば、 セルの1個から発煙したが、他のセルには波及せず、発生したガスはエンクロージャーに封入され、機内に漏れることなく、ドレン管から機外に排出された。ボーイング社は、787型機のバッテリーシステムに昨年施した改良は、設計通り機能していたと見られるとの見解を示した。ボストンジャルキ出荷の事故原因として、NTSB は2013年2月に発行の 電池セルの中の6番目がショートして熱暴走を起こしたの電池セルに波及した。また国土交通省は2014年2月にバッテリー外上に加熱して損傷したとする経過報告をそれぞれ言った。このバッテリーは GSUASA コーポレーションが製造したリチウムコバルトタイプの電池であり、フランスのタレスグループが予備電源システム全体として供給した。問題となっている。 リチウムイオン二次電池は一般家庭で使用される乾電池などとは違い、それ単体では使用されず電圧等を制御する制御システムが必須であるが、制御装置はタレス社が LG エレクトロニクスより導入したものだった。ボーイングは NTSB が主張している熱暴走について、当時のボーイング787のチーフプロジェクトエンジニアである副社長マイクシネットが 熱暴走の定義は人により異なる。我々は熱や圧力、炎が機体を危険にさらす状態と定義している。ボストンローガン国際空港も高松空港もそのレベルではなくバッテリーに過充電も見られなかったとの見解を述べた。同じ席でボーイングは顧客の航空会社向けには一つのセルから二つのセルへ波及する一般的に理解される。 熱暴走という科学的な事項は認識しているものの、顧客向けの説明では機体への重大な影響がある熱暴走とは異なるとしている。NTSB は2014年9月下旬に公表した最終報告書で操縦室下部にある大型バッテリーケース内に8つあるリチウムイオン電池の一つで内部ショートによる発熱に伴って大きな電流が発生。 他の電池も連鎖的に異常な高温となる熱暴走が生じた結果バッテリー全体が損傷し発煙に至ったと指摘したショートの原因については電解液が低温で劣化し電気を伝えにくくなる性質があることがわかり極度の低温下で電解液中のリチウムンがリチウム金属となって積出したあるいは電池の製造過程で 小さな金属片が混入し、正極と負極をつなぎ、ショートした、などの複合要因で発生した可能性があるが、バッテリーが激しく損傷し、単化したために、ショート原因は特定できなかった。なお、ボーイングは一連の問題以降も、GSU 朝コーポレーション製の電池を、継続使用するとしている。ありがとうございます。